あれだね、続けてたら絶対。ゆうたくん、それ練習生の時に何がゆうたくんをこう支えてました一番。でもね、俺これ何回も言ってるけど、その韓国行くっていうのも言ってなかったよ、親に、うんうん、で言った時に親父がさ泣いたよ。そうそうそう、初めて、で、そうで、そういうのやったら帰ってくんなよって言われて、もう帰ってこいつもりで頑張ってこいみたいな、はいはいはい、言われたから、それが一番大きかったかもしれない。今でこそこう翔平君と僕にはゆうたくんっていう日本人の先輩がいますけど、うん、でもゆうたくんはもともと SM で日本人の先輩いなかったじゃないですか、うんうんうん、よく言われるのよ、なんか初めての日本人で、はいはい、こう聞かれますよ、聞かれるけど、そうなんかそういう感覚なくて、うんうん、でもだってめっちゃいろんな人にこう助けてもらったりしてるし、うん、そうそう、だからなんか一人でここまで来たっていう感覚はなくて、もし、うん、理解してくれるメンバーにも会えたし、あ、会えたか、お互いにさ、うん、やっぱ頼りつつ頼られつつみたいな、うん、なんか僕は初めて韓国来た時に翔平くんと初めて会ったんですよ、日本の日本人の方で、でなんかその時やっぱ何も分かんない状態だったけど、いろいろ教えてくれたし、で今練習する時もいろんな面で引っ張ってくれるから、頼りにしてる、いいよね、俺も羨ましい感じる時あったもん。ああ、その二人いるってさ、いいじゃん。そうそうそう、やっぱ。